聞こえたか？何もないよ。どう思う？わからない。気に入った？おい、誰だ？好きなだけ取れるの。隠れる必要はない。すぐに。お前が姿を現す時は死ぬ時だ。奴らいないようだ。始動中。プロテクトロン始動。上に参ります。
必要はない。すぐに全部終わるさ。誰の臆病者が隠れるんだ。やった。ああ、君がいるのは知っていたよ。見つける。やった。出ておいで。優しく早く。
STEAM の発明者にキスしたいもんだね。ハムが君を部屋に呼んでいるよ。ここでは常に見張られていると思う。オーガスタの隠れ家はインスティチュートに破壊された。恐れていた通りだ。3つの隠れ家を失った。信じられない。現時点で他に頼みたいことはない。君の助けが必要なものは他にいるはずだ。消すべき炎がなくなることはない。そうか、頭は悪くないようだね。ありがとうかな。いや、そんなつもりじゃなくて、少し手助けしてもらえたらと思って。普段はこんなことで他人を悩ませたりはしないんだけど、人付き合いがうまそうだから。今問題があってね。妹のナットのことなんだ。私と同じになろうとしてる。同じになるってどういうこと？妹が姉のようになろうとしているのが怖いんだ。つまりこれまでの人生を考えてほしいってこと。責めるつもりはないけれど、ブルー、個人の安全はこのスーツのように強いとは思えない。彼女には姉のように弾丸を避けて怒った人々から逃げ回るような形で人生を終わってほしくはない。それがしょっちゅう外に出かける理由の一つ、ここにいる理由の一つ。もしかしたら滅多に帰らないようにすれば、彼女のそばにいなければ彼女も頭を冷やすかもしれないとずっと思ってる。優しくて無邪気なナットに、新聞配達をしていろいろな方面でしっかりした市民に戻ってくれるかもしれない。どうすればいい、ブルー？ただ愛してやればいい。家族とは貴重なものだ。家族を追い払うのは一番やりたくないことのはずだ。永遠に失うかもしれないのだから。その通り、そんな危険は犯せない。ありがとう、ブルー。知らない人とさまよってこの井戸に行き着くなんて誰が予想できただろう。あなたのような人はなかなかいない。すごい友達だね。ただの友達なのか？そう思ってた。ただし何か変わらない限りは。ここ暑くなってきた？でもいや、また聞いてくれてありがとう。誰かに話すことができて胸のつかえが取れたよ。じゃあ出発したいの？